思い込みはいいことなのか悪いことなのか、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。思い込みは夢を実現する上で非常に大切なこれ能力です。その反面、思い込みが強いと思わぬ落とし穴にはまることもあります。何事も一長一短はありますが、有利に働くも不利に働くもその時のシーンによりけりです。そこで今日は同じことでも時代背景や場面によって意味合いが大きく変わることを分かりやすく解説します。私の周りにも思い込みが激しい経営者がいますが、あなたの周りにもいるんではないでしょうか。また根拠のない自信などということがありますが、これも思い込みの強さが起因しています。恋愛もこれに似ています。ある人を好きになると、その人のことしか目に入らなくなります。そして自分にはこの人しかいないと思い込むわけです。これ冷静に考えれば、世の中は男性と女性しかいません。好きになった人以外にも数多くの男性そして女性がいるわけです。もしかしたらもっともっと相性の良い人もいるでしょう。ですがその可能性を拒んでしまうのがこれ思い込みなんです。思い込みはこれほどまでに自分を制限、そして可能性を閉じてしまうんですね。変化の少ない安定した時代であれば、目標を達成できるできないは思い込みが非常に大切で、現在のように変化の激しい時代ではむしろ思い込みは足かせになります。自らの思い込みにこだわるあまり変化に対応できなくなります。ですから思い込む能力よりも社会環境の変化に合わせて変幻自在に変身できる力が重要です。このように思い込み一つをとっても社会環境によりその意味合いが大きく変わってくるということなんです。そう考えると経営者リーダーは思い込む能力も大切なんですが、それ以上に大切なのは思い込みを捨ててニュートラルな思考で考えたり意思決定をしたりすることです。私たちは日々の生活の中でニュートラルな思考で考えることはことのほか少ないのが現実です。コップの水理論、声聞いたことねある人多いと思います。これはコップに水が半分入っています。これを見てコップの水がもう半分しかないと考えるのか、それともコップの水がまだ半分もあると考えるのか、あなたはどちらでしょうか。前者はネガティブな思考、後者は極めてポジティブな思考です。世間一般にはネガティブな思考をやめてポジティブな思考をしようというね潮流です。ですがこれも一長一短あるわけです。ポジティブ思考は健康的なメリットがあると分かっています。理由はストレスを感じにくいからです。またポジティブ思考の成功者が多くいるということもこれ事実です。一方ネガティブ思考は優れた調整能力を持ちます。例えば納期まで1週間しかないと考える人は、納期まで1週間もあると考える人よりも積極的に行動することができます。理由は不安が行動力を促進させるからです。つまり予想できる悪いシナリオが起こらないように最善の手を打つことができるんです。このポジティブ思考とネガティブ思考も社会環境や場面に応じて使い分けることがベストなのかもしれません。例えば平時では人を殺すことはね、これ当然許されないんです。ところが有事では敵国の人を殺すことは許されるわけです。時代背景が異なると価値観は180度変わるということなんです。コップの水理論ですが、ニュートラルな思考で捉えるんであれば、コップに水が半分あるということなんです。半分もあるでも半分しかないでもないんですね。もう一回言いますね。コップに水が半分ある、こういった捉え方がニュートラルな思考だということです。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。下の概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL が記載されてますので、メルマガの登録もよろしくお願いいたします。